XNXN は、トーレが開発、展開しているスウェード超人造比較のブランドである。ただし、工業用途、産業用途を除き、グローバルブランドである、ウルトラスエードに統合された。イタリア製欧州及び自動車内装向けでは、アルカンターラというブランド名で展開していたが、アルカンターラをイタリア製、ウルトラスエードを日本製と明確に使い分けていく戦略に変更された。 エクセーヌの開発は1970年に、トーレの最先端技術を集結して行われており、断面石碑で髪の毛の400分の1という細さの原子を用いて作られた。当初、日本ではエクセーヌ、アメリカではウルトラスエードというブランド名で展開し、特にファッション業界にて注目を集めた。1972年、イタリアのアニッチとの合弁でイガントを設立し、 現地生産を開始、ヨーロッパではアルカンターラブランドとして展開するが、後の自動車業界への進出においてこのネーミングでのブランドイメージが成功を収め、アルカンターラという名前が広く市場に浸透する。これはアルカンターライコールイタリアというマッチングイメージによる効果が大きく、日本のトーレが開発したものだとは一般的には知られていないが、 これもトーレがイメージ戦略として意図した結果であるという。ちなみに、アルカンターラという名称は、アラビア語のエルカンターをイタリア語風にアレンジした造語であり、日本とイタリア両国の友好の架け橋であると同時に、東洋と西洋の文化の架け橋でありたいという願いを込めた名前であるという。耐久性や耐、光性、難燃性が極めて優れており、通常の本川スウェードや、 合成比較と比較しても手入れに手がかからないように留意されている。このような優位点から高級車の内装に比較的本側を多用する。ヨーロッパでは1980年代になってから維持に手間を必要とする本側にとって変わる高級素材として徐々に普及していった。自動車内装用として最初に本格的に取り入れたのは1984年イタリアのランチアがテーマにて採用し、 後に、同社の全車種で使用した。日本では、ブランドイメージの高いランチ屋の高級内装材として紹介され、以降トヨタや日産などの日本車の一部をはじめ、メルセデスベンツや BMW、アストンマーティンなど、多くメーカーで内装生地として使われている。近年ではカスタムにおいても、シートカバーの素材としてだけでなく、 現状をはじめとした内装張り替え素材としても使われており人気が高い2003年には自動車内装用が世界共通のアルカンターラブランドに統一されたしかし2013年に戦略を変更しアルカンターラをイタリア製にウルトラスエードを日本製に適用する方針が発表されたアルカンターラ社はこの製造工程で二酸化炭素の排出量を49% 削減し2009年にイタリアの企業として初めてカーボンニュートラルの認証を獲得した他の合成比較に比べて製造コストも高い素材であるが高級なブランドイメージが高を奏し収益性は高いというなお自動車用内装素材として開発されたという情報についてはその事実はなく誤りであるトヨタスバルホンダなどなどありがとうございます